はい、今回はメガドライブプレイ TV というちょっとね、異色のメガドライブですが、まあ結構知ってる方もいるんじゃないかなと思います。現在のミニブームの、まあ、先駆けになっていたんじゃないかなと思いますが、このメガドライブプレイ TV はですね、海外で開発がされていました。そして日本のね、セガトーイが、まあ、日本では発売していましたけども、このように6タイトルがですね、このパッケージというかこの箱、このメガドライブ風のね、中に6つのソフトが入っています。コントローラーなんかはですね、こう本格的なメガドラパッドな気がします。このメガドライブプレイ TV はですね、第3弾までリリースされました。まあ、特にね、2と3が人気が高いようですが、今回は1です。パッケージ裏側、全6タイトルの内容と、まあ、電池の入れ方なんかが記載されていますね。まあ、セガのハードといえば2001年ドリームキャストを最後に撤退ということになっていましたが、まあ、セガトーイズからはですね、様々な、まあ、ちょっとしたハードウェアが出ていましたよね。まあ、そのうちの一つがこのメガドライブプレイ TV ですが、早速パッケージから出してみましたが、どうでしょうね、こうもう全部コードがつながっちゃってます。まずこちらが本体ですね。スイッチがあるぐらいで、もうコネクターもありません。直接つながっちゃっていますね。 AV ケーブルも直についちゃってます。ここに外部のね、 AC アダプターつける場所がありますが、もうほんと、あ、裏側に電池があります。まあそのぐらいにしかですね、何もすることがないという、オールインワン設計と言うべきでしょうか。まあ AC アダプターつなぐと、ここのね、乾電池はいらなくなりますが、まあなんと乾電池で駆動できますので、非常にまあ簡単ですね。さてコントローラーの方ですが、まあ大きさといいね、3つのボタンといい、まさに初代メガドライブメガドラ1のコントローラーと非常に似ています。違うのはメニューボタンがあることぐらいでしょうか。あとはまあコントローラーのね、色カラーがですね、ちょっと派手になってます。セガトーイズになっているのもちょっとポイントでしょうかね。ちょっと先ほどから ABC ボタンを押してますが、何でしょう、少し硬い気がしますね。なんか向こうのね、バネというのかな、押し返してくる力が強い気がします。まあざっと裏返ししても特に何もありませんが、このようにね、ちょっとクールな感じになってます。そして AV ケーブルは残念ながらモノラルですね。モノラル、こちらももうくっついちゃってますので変更できません。では電池を入れてみたいと思います。パカッと、あ、単4電池もとい単3電池4本ですね。まあこのようにセットしてキュキュッと締めたらもう OK ですね。もうこれ以外持っていかないで、あっという間にお友達の家でもすぐにメガドライブのソフト6本プレイできちゃうという、他にね、何も持っていかなくていいと。スイッチオンと、セガトーイズのロゴの後、あれ、モノクロになっちゃっている。こいつはですね、故障ではないです。どうもね、うちのキャプチャーの方はですね、セガ系と SNK 系がですね、モノクロになっちゃう。なんか特性があるのか、なかなかカラーでキャプチャーできないんですよね。その辺ちょっとよくわかんないんですが、モノクロになっちゃってます。まあこのようにプレイはできますが、もうちょっとね、キャプチャー考えていきたいと思います。まあ内容は本当ソニック1ですね。このステージは結構やっています。というかこれ以上進めることができません。ではもう一度スイッチオンと、今度はね、もう一つキャプチャーの間に1本あるものを差しますんで、今度は映るはずです。ほら、カラーで出ました。 OK ですね。
カラーで映りましたが、その前に AC アダプターも見ておきたい。こちらはですね、まあここに書いてある通り、メガドライブプレイ TV にも使えると書いてありますね。ちなみにセガから出ているわけではないですね。では定番の比較といきたいんですが、メガドライブプレイ TV の右側に置いたのがメガドライブミニのジェネシス版になっていますね。まあメガドライブの形に似ていますが、そんなにねリアルに再現していないのが今回のメガドライブプレイ TV ですね。まあ当時はですね、とりあえず似たような形を作ってゲームソフトをボコッと突っ込んでゲームができればいいやといった感じだったんでしょうね。さてコントローラーの方はですよ、結構本家メガドライブ1のコントローラーと非常に似ているというか、ほとんど大きさは同じですね。このように同じ大きさです。そしてボタンもちゃんとね3つのボタンついています。大きさもボタンの大きさも同じぐらいじゃないでしょうか。唯一違うのはスタートボタンの横にあるメニューボタンがメガドライブプレイ TV のコントローラーの方についていますね。16ビットというこう鮮やかな、なんて言うんでしょう、文字が入っています。セガではなくてセガトーイズになっているのも一つ特徴でしょうかね。さてもう一度ですね、本体比べてみたいと思います。こんな感じで、まあプレイ TV の方も結構メガドライブっぽくはなっていますが、まああくまでもぽいといった感じで、右側には当然ね勝てません。さてコントローラーの方はですよ、結構いい線いってるんじゃないでしょうか。まあこんな感じでね、ミニファミコンよりも先に、ワンパッケージにいくつかのソフトを詰め込んでね販売する方法が取られていました。特にこのタイプはですね、海外でメガドライブ系で多く見られたと思うんですが、まあ残念ながらねミニファミコンの方が、まあ、世界的大ブームになってしまったので、なんかメガドラミニの方が後出しのように見られちゃっていますがですね、まあ同様のこのコンセプトとしてメガドライブプレイ TV なんていうものがあったわけです。さあスイッチオンと、すぐにセガトーイズのロゴの後にメニュー画面が出てきますね。アーケードレジェンズと書いてありますね。セガメガドライブと書いてありますが、ジェネシス表記ではありませんね。ただしソフトの名称はですね、北米版の名前になってます。その辺がどうなんでしょう、チグハグというのかなんというのか、まあ収録タイトルは北米だよということなんでしょうかね。まずはソニックプレイしてみたいと思います。いつもまあ1面ぐらいはですねクリアはできると思います。ソニックそのものはですね好きなタイトルなんですが、まあコマーシャルとかね動画で見るほどにこううまく操作できないというのか、さーっとつい走っていってしまうんですよね。それだとちょっとダメだというのをですよね、実はアドバイスというか、まあ、いつもコメントなどでお世話になっている N リンゴさんのね動画サイトで、まあちょうどソニックやっていたんでね、ゲームボーイアドバンス版のソニックプレイしていたんですが、まあ結構参考になってですねスムーズに一面いけました。まあその、なんて言うんでしょうね、攻略法というのか、話を聞いているとですよ、むやみやたらに突っ走っちゃダメで、ちゃんとこう敵をね、把握しながらやらないと、突っ込んでしまうということで、自分なりにこう敵の配置をですよ、一面に関して言えば覚えてきました。ですので、なんとかね、このように、ゴールできました。あーリング取りたかったなこのいやー結構ここまで来るまでにもバーンとリング撒き散らしていたんですが、今回は撒き散らすことなく来ました。では2本目、戦いの斧と書いてありましたが、ゴールデンアックスですね。さあゴールデンアックス、よく聞くタイトルですが実はプレイしたことがありません。
初めてなんですね。おお、ムキムキマンが出てきました。あ、なんだ、なんか違うことしちゃったどのボタンがなんだか分かんなくてですね、とりあえず押したらなんか使っちゃったっぽいですが、この裸の男弱いぞ、なんかぶん投げてるし、敵が思ったよりも硬い硬い、いきなり後ろ蹴りするとはひどい、硬いな敵が硬い、一発で吹っ飛ばない。ああここでメニューボタンを押すとすぐに最初のねメニューに戻ります。3本目いきます。これは何かな、キッドカメレオン、キッドカメレオン何をすればいいんでしょうか。始まらないぞ。来た来た。お、あ、横スクロールアクションっぽいですね。横スクロールアクション。マリオっぽい。キノコ、キノコは出てこない。出てきたやつは一体何なんだ。マリオっぽいですね。Bダッシュかな。えい。お、同じ操作。同じ操作ですが。このなんか緑いやつは何なんだ。カメレオンか。画面全体がなんか緑っぽいですね。あれ、なんか出てきた。これはなんだ。あ、鎧でしょうか。鎧。なんかまあ横スクロールアクションって安心しちゃうな。マリオっぽいですが、まだマリオになりきれてないですね。まあそりゃそうですが、また頭の防具が出てきました。まあ敵を踏むこともできちゃったりして、なんでしょう。マリオっぽいです。ここは大丈夫か。下あるのか。ちょっと不安になりましたね。さあ、ポッポコポッポコ進んだ。いきなり緑の出てきたよ。この緑のやつは何でしょうね。よし、ジャンプ。よいしょと。ああ、なんか棒が。冒険してる感はありますね。あ、ゴールしちゃった。今一つ目的が分かんないうちに到着しました。では、次はですよ。こいつです。なんて書いたんだろう。ドクターロボット。ちょっとボケてて見にくいですね。その上かい。これはなんだ。ん？あったね、重王機。メガドライブといえば重王機。何でしたっけ、あれ、敵どれ二人いるの。あ、これデモムービーでしたね。確かこう、クマちゃんか何かになるやつでしたね。実はこいつも初めてプレイしますね。まあよく紹介されていました。メガドライブのね、ローンチの頃に。まあ、基本的に横に進んでいってパンチキックで敵をなぎ倒すという極めてシンプルなゲーム性ですが上に蹴り上げるんだ。ちょっとなかなか、あ、痛いタフというか謎のキックですね。お、なんか取った。なんか破けましたよ、服が足からなんか出てますが、なんか効果が変わったんでしょうか。この蹴り上げるのがなかなかいいですね。マウイ、なんだこのビーム出してる。おっさんやばい。え、何今の。うわ、なんか出てきた。なんか次々と出てきます。あ、来た。クマちゃんになったよ、クマちゃん。クマちゃんになった。あ、なんか飛び出してる、なんか飛び出してて強い。なんともポーズが滑稽ですね。動物になっちゃったからかな、四つん這いになってしまいました。
くそ、こいつなんか、真上から来て嫌だな。敵が多い。クマシャの謎のこう、空中移動、終わりかい。次のソフトは何でしょうか。ん？なんだ？わからん。マチン。ミーン。ビーン。ミーン。ビーン。ん？コンパイルって書いてあるよ。ってことはぷよぷよですかね。コンパイルといえばぷよぷよ。違うか。キャラが違う。なんだこれは一体。あ、ぷよぷよじゃん。キャラが違う。外国向けのキャラなんでしょうか。ゲーム性は何も変わってませんね。いつものぷよぷよ。変わりませんね。キャラクター変えちゃったか。まあ、それぞれのね、国の事情がありますので、一概に言えませんが、どうも日本のやつになってるせいか、キャラがよくわからないが、ゲーム性そのものは全くぷよぷよです。まあちょっとね、空いた時間があるとついぷよっちゃうというのがよくありましたけども、まあ本当、さまざまなハードにも移植されていますので、プレイしたことあるよという方は多いんじゃないでしょうか。まあ現代のね、プレイステーション4や、Xbox360 Xbox One シリーズ、スイッチなどでもプレイできますよね。Xbox One はできるのかな？ちょっとわかりませんが。適当なこと言っちゃいましたね。あれ、勝ったようですよ。さあ、最後のソフト。フリッキーってのかな？フリッキー。全くわからないというか想像がつきませんが。なんだこれは。1991年のソフトだそうですが、まあちょっとね、プレイしてみますか。どれが自分のキャラかよくわかんないんですが、おそらく青いやつでしょうか。プッシュスタートボタン。今はデモですね。なんでしょう、こう、マッピーのような感じもしますけどもね。何をすればいいんでしょうか。まあ、とりあえずスタート。なんか、エクジットから入ってきましたよ。なんか引っ張ってるのは何だろう。何をすればいいんだ。あれ、死んでもうた。目的がよくわからんのと。ちょっとね、この最後のやつはようわからんですが、以上全6タイトルが収録されています。まあ今のねミニシリーズのようにたくさん入ってるわけではありませんが、まあ3000円ぐらいですのでね、まあこんなもんでしょうか。まあね、現在のミニシリーズのような何本かのソフトを詰め込んだハードの先駆けになっていたんじゃないかなと思います。ではまた。